こんにちは、サイザーチャンネルハルカと花とアキとカズです。よろしくお願いします。お願いします。本日も皆様にミャンマーのニュースをお届けいたします。本日までのコロナの状況です。ママ、今ね、私見たニュース。シュピダとライダーヤとバンダサオミュね。その街に、ノベバ8、8日に、3キロのために、入ったの人たち。うん、特別警備隊が。はい。86人、今、コロナポジティブで。なんで、その選挙でさ、コロナの感染しないように、なんか暴動が起きないように、トレーニングしてた人たちでしょ。トレーニングしてる時ね、コロナポジティブになっちゃった。この選挙関係の人が、うん、コロナ増えないといいですけどね。いや本当にね、だこれから集まることが増えるんじゃないのかなと思って。今のね、あれ選挙のためグループ2つあるでしょ。今赤いと緑、うん、変化じゃなくてもう一つ問題になってるよ今。何？ミャンマーのダンサーグループプロジェクト言って韓国から戻ってきたね、うん、韓国にそのあれイベントやってる時、シュートゴボゴダのあれ A ムービーみたいに入ってるから、あそれはダメと言って、あれミャンマーに戻った時ね、不幸にみんなそのグループいらないとかダメとか言ってる。結構叩かれてるね。謝ったんですか、はい、その人たち。はい、謝ったね。前は YouTube にそのムービーでね、あげたんですけど、今問題になってるから韓国からその YouTube を今 YouTube にムービーを消した。ちょっとびっくりしたね、これね。はい、空港のそういうダメと言う人たち多いね。600人ぐらいだって。有名だったの、もともとこのプロジェクト系っていうのは。有名だね。なるほど、全然ついてけんかった。あ、これか。知らない。あ、今見た。まあ、はい、シュエダゴンパゴダはダメよね。そうですね。あ、その絵の中でパゴダじゃなくて他の絵ぐらいはいいね。仏様が来る場所だからね、大事だからね、そういうのをね、踏んだりとかしちゃダメだしな。今私たちも外に歩くときはね、なんかお坊さんのあれあると私たちだと行かないで立ってて待ってるんだね。なんかお坊さんの影踏んじゃダメだもんね。はい。日本ってね、はい、大事な人に足を向けて寝ちゃいけないんだけど、ミャンマーもさ、そのパゴダがある方に足向けて寝ちゃダメとかあるの？ダメだよ、ありますよ。あるんだ。家にあるのね、パゴダね。家にみんなパゴダあるでしょ。足じゃなくて頭の方にいつもパゴダのあれやるでしょ。あー、そっかそっか。それさ、僕寝てる時いっぱい動くんだけどさ、ひっくり返って朝起きたら足向いてたらダメ？そんなに回りますか、寝てる時。子供じゃないで社長。結構ね、僕寝相が悪いんですよ。子供だと分かるんですけど、社長はそのぐらい動くと、あれバットの中から落ちちゃうでしょ、下に。いやだからね、ベッドにちゃんと固定して寝てるの、体をね。シーンとなった。なんかちょっと 言うんじゃなかった。モナニャイで出た16歳の男一人コロナ出た。どこでも行かないし、パーティーとかいろいろな場所行かないでコロナ出た。少しずつ田舎にもそうやって増えてるよね。今病気は風の中にあるかもしれない。空気の中にね、エアロゾルって言うんだけど、エアロゾルの可能性もありますよって、はい、WHO が言ってたから。でも社長、前のコロナ始まった時はね、その病気はあれ空気の中まで行かないで下から落ちて、そういう風に行くと言ってたでしょ。まあでもほらさ、新しい病気だから何が新しいか分かんないかね、はい、情報は変わるから。でもミャンマー語では今のコロナはね、デリビアン、うん、変わりやすいっていうこと。はいはい。ほら初めてのものだからさ、まだ分かんないよね、1年経ってないし。もしかしたらもっとね大変な病気かもしれないし、いやそうでもないねって話になるかもしれないし、だからいろいろ情報変わるからね、そういうのにちゃんと受け入れていって行かなきゃいけないね。一年でこんなにも世界が変わっちゃってすごいね。悲しいね、この一年。いやいや、悲しいけどね。でも楽しいこともいっぱいあったね。お金のこととか仕事、大事なこと全部分かっちゃったね。何が大事かとかいろいろ分かったからね。
家族も大事だし、もう観光も、もう仕事もお金ももう大事と思った。前だとそのぐらい考えないし。そうなんだよ。すぐ大人になったね。そうだね。1年でだいぶ大きくなったよ。そのいいのやつもいっぱいだね。うん、そうそう。いいこともいっぱい、悪いこともいっぱい。前だと私たちだと、前お湯のりとかしないし、だからあまり大事しないね。もう残酷だから、今何もやることないからずっとあれお湯のりもするし、親も忘れてるし、ボーダーとかもう仏教とか全部忘れてるみたいな人も多いね。うん、今はみんな大事にするね。そうだね。花も。はい。してない。してないの。はい。前は時々ですけど、今はいかんできないでしょ。今は聞こえる。お坊さんのちょっとお祝いするのビデオ。聞こえる。YouTube からあれ見るね。お坊さんが教えるのやつ。毎日見てるの？はい、朝起きるから。あ、でも毎日聞くんだ。あ、起きるとき、うん、聞こえて、夜寝るときも聞こえる。それおかして寝た。あ、聞きながら寝るんだ。じゃあなんかコロナのおかげでみんなそういうのをちゃんと思い出したんだね。よかったじゃん。そうですね、よかったですね。日本人はあれ、まあ、大事じゃないでしょ、まあ、仏教とかなんかいろいろ。あの、都合がいい主義なんですよ、非常に。そうだね。日本人は何でもいいみたいでしょ。あのね、何でもいいわけじゃない、何でもいいわけじゃないけど騒ぎたいの。お祭り。今だと厳しいね。もう私たちだと決まったですね。生まれたから親たちは仏教から、私たちも仏教だから、仏教からイスラム行くでもダメだし、だからクリスチャンに行くでもダメだし、そういうふうに厳しいね。そうだね。もう一個見たね、ニュース。車の性能は今の、ね、情報で3ヶ月続くと潰れそうです。潰れちゃう？誰も買えないもんな。そうですね。じゃあ、若者さん、車買って貢献しましょうよ。いや、1台買ったとってでしょ。チリも積もれば。チリ1個だけど大丈夫。星座もそうじゃないですか。一組のお客様に来ていただいて、確かに、はい、積み重ねなんです。そうだ、忘れてた。今の言葉刺さったな。じゃあ車を買えないんですよ、残念ながら。じゃあ買いますって言えないからね。それ払っちゃったらみんなの着る ないからね。今車買うでもどこでも行けないし。そう、旅行に行けないからさ、車買っても意味ないよね。はい。大きなね、アルファードとか買ってさ、みんなを乗せて僕が運転してさ、農園さんとか行ってさ、みんながビーチでキャッキャキャッキャやってる夢を見て涙を流してるよ。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。それでは、ハルカと花とアキとカズでした。Ta-da!